じゃあ次は、ちょっと別日に、やってきてます。これ入荷日が1日遅れてたんで、当日はなかったので、とりあえずは左奥払っていきます。動きかなりいいですね。次は、奥右寄せで。結構右手前に出てきてしまってるんで動くか。あ、大丈夫そうですね。ちょっと初期位置からあんまり動いてないんですけど、もう一回バークロスぐらいで狙っていきます。ここもちょっと寄せ強めで右奥です。右手前の角がどれだけ進むかなんですよね。これで、お、一気にはまってくれた。かなり動きいいですね。もう一回右に振って、それから、やり方考えていきたいところです。ねじれが強くて下降停止が決まらないんですけど、動くか。微妙な動き。次は右アーム下降停止狙っていきます。結構はまりが深くなったので、左アーム、はい、入れやすいはずです。あれ、奥行き着いた？でもまあ、なんとか入ってますか？よし。ちょっと設置気味ですけど、まあ、左下少し隙もあるので、右奥で狙っていきます。まあ、かなり動きはいいんですけど、まあ、左から右に振るのは結構大変なので、手前持ち上げて奥乗せ気味で狙っていきます。これはもう通ると思うんですよね。ちょっと手前ついてみましょうか。あ、行けました。フィギュライス以外は全部結構取りやすい感じでした。じゃあ今日は、夏休み前最後の金曜日に、ギーゴに来ています。でこれ初日ボトンの時にちょっとやって奥で縦はめして、で結局自力で取れなかったんですよね。でまあ重心がだから奥なんだろうってことで手前に引くような形で進めてリベンジしたいと思っています。さっき電車乗ってる時に緊急地震速報が鳴って、でも電車が全く減速もしなくて結構どうなるんだろうなと思ったんですけど、結構焦りますね。あれね、あれ全然動かない。もうちょっと寄せてみて、右寄せで全然動かないときついですね。これバーカセリなんで、まあ、あ動けますね。よかった。で左寄せでねじれが結構強くて左の奥の方行っちゃうんですよね。でも大きく動く。これは悩みますが、とりあえず右寄せ甘めでやってみようかなと思います。左奥に隙間ができたんでどうなるか。倒れちゃうと困りますけど。あー戻ってきました。いいんじゃないですかね。そしたら今度はバークロスできるかやってみます。バークロスこれしないっすね。バークロスしないんでバー奥で勝負するしかないと。ちょっときついですね。右寄せでどれぐらい動くか。あ、まあまあ動くんでいけるんじゃないですかね。あ動かんか。やばいな。もう一回ですね。ちょっとどうやろうかな。ちょん押しで左だけかけてみますか。あ、これはバークロスするんだ。動かない。なんだこれ。左で動かないなら右アーム超ちょん押し。これはバークロスいかないんだよな。これバークロスしないのきついな。ちょっと動いたけど、これバークロスするかどうかは運なんですかね。本当にちょびっとしか動かしてないですけど、あーこれは行く。だから運なんですよこれで。動かないときついな。これやばいな。寄せ強めちょん押し、なんとかバークロスしてほしい。これもバークロスしてる。なんとか動け動け。動いてるかな。もう一回動けば手前に届くはず。あーなんとかいけるな。行ったかな。多分もういけるんで、ちょっと左寄せ気味で奥を右に振るような力をかけながら手前にずり上げたいけど、ちょっと入れる場所悪い。やばい。あーね、さらに奥手前に乗ってくれたんで、もう一回。これちょっと奥行き過ぎだな。ねじれが強いんで危な。あーやっぱりこれも怪しい。危ない。あーよかった、角取っても暴れなかった。さらにいい形になったので再び左寄せで動かしていきます。ここで気をつけなきゃいけないのは、一気にずり上げちゃうのが怖いんで、ちょっとずつやることです。それでもさっきからちょっと奥行きすぎっすね。もうちょっと手前で狙ってみます。左だけを強くかけて右はあんまり入んないでほしいけど、
これで危ない。あー、いい感じ。この斜めの形ならまっすぐずり上げてもまず大丈夫なので、まっすぐずり上げます。これもほぼまっすぐなんですけど、ちょっとだけ左寄せします。で、両アームしっかり入れてずり上げていきたい。右も角の奥なんでいい感じにいけるはず。あー、でも意外といかないですね。ちょっとだけやっぱりパワー不足がありますかね。まあ奥が重いのかなって感じですけど、地道にずり上げていきます。右寄せでやってみます。あの両アームで動かなくなってきたので、あー、片アーム入れて動きがないからやっていきます。これも違う、ダメだな。もうちょい奥なんですけどね。ちょっとねじれが気になるんですけど、奥側、左がバーに当たらないように入れていきたい。あー、なんか無理だな、これ多分。ちょっとやめます。片アーム入れるのちょっと無理、ねじれ的に無理そうなんで、やっぱり両アーム入れます。で、今度は左寄せじゃなくて右寄せで、角度を戻すような力で持ち上げられない、マジか。いやー、右寄せするとアーム入んないのか。これはやばいかも。一番手前のところで両アームで行きます。さすがにこれは入ってて動いてほしいけど。ああ、そうなの。パワー負けしてる。左寄せで、まあ片アーム差し込んで入れていきましょうか。アームとバーと本体の間。これで、ああ、これしか動かないと。これ以上横になる前にそろそろ落ちてくれないと怖いですね。同じで、バーと箱の間に左アームだけ入れます。これで、いけ、いけ、いけ。ああ、もうちょっと。まあでもいけそうですね。よかった。いや、だいぶしんどかったです。さすがにもういけると思います。もう一回左アームだけ差し込んで、PSB で滑らせていきます。さすがに、ああ、これで落ちました。ちょっと時間かかりすぎですね、これ。じゃあ次はナルト行きます。多分通常のバンプレ箱だと思うんですが、とりあえず左奥触ってみようかなと。ああ、多分これは大丈夫そうですね。右アームであとは動けば大丈夫だと思います。ちょっと浮き上がるような動きもあったので、多分手前重心になってるはず。これで、おお、マジか。いきなりめっちゃいい形になったけど、多分寄せられないですね。絶対左は寄せきれない。あーですよね、ギリギリ無理っすね。だからまあ回します。移動制限で無理ですけど、これで回るなら、あ、奥すぎるか。肘でちょうどかかって、うーん、倒した方が早そうですね。多分左奥に倒した方が早そうなので、手前右寄せで触っておきます。あまりが浅い時は持ち上がらないことが多いんですけど、持ち上がらなかったらちょっとどうしよう。初期位置も視野に入れないといけないかも。あー、持ち上がった。おー、熱い。手前が重すぎないみたいで持ち上がってくれました。これならあとはもうずり上げて調整して落とせるんじゃないかと。乗りましたけど、もうちょい進めたいですね。もう少しだけ、ほぼど真ん中で奥に少し進めておきます。いいっすね。多分いけるかな。で、ちょっと調整したいんで、バークロスで調整していきます。角度を。これで、ちょっとね、右がね、角の手前なんで怪しいっすけど、あー、でもまあいったかな。ちょっと微妙っす。まずはついてみますか。これでダメなら一回奥もう一回試すんですけど、あー、いけるか。よしよし。重心的にいけた。はず。落ちろ。あー、よかった。危なかったっすね。ギリギリなところでした。あれ以上奥行ったら多分やばかったですね。じゃあ次はサイファンのフリーレーンですね。ちょっと端幅狭すぎますね。多分狭いです。で、奥は滑り止めがついてて塗り上げも使えないんで、ちょっと手前に引っ張れないかやってみようかなと。いや、きついなこれ。あ、中身は動くのか。確かどうだったかな。奥も触ってみます。加工停止で動くか。奥が強い。あ、でも重心っぽいですね、奥が。奥が重心で倒れたんなら、とりあえずまあ、左に振るしかないんですよね。まずは、右寄せで、角度をつけられるか試します。お、すごい。あれ？マジか。さすがにリーチではなさそうなので、ちょっとだけ調整してみます。もうちょっとだけかな。これで、あ、いいですね。1ミリぐらいいったっすよ。そもそもこれ、ちゃぶ台できるのかな？ちょっとやってみますか。得意度ここまで。あー、怪しいけど、まあでも事故はなさそうな感じ。
あ、いいっすね。奥まで入ってるんで。あ、通んない。結構通んなかったですね。なんか、もう一回乗せといた方が安全そうなんで、もう一回手前を触っておきます。乗せて、調整できるか。ちょっと手前出ちゃいましたね。これでもちょっと冒険していいですか？奥に着台できないですかね？奥に着台できるか？ちょっと左寄せでやってみます。奥の隙間いけんじゃないですかね、これ。あ、なんだこれ、全然持ち上がらないや。全然持ち上がらないんで、じゃあ調整するしかないですね。ちょっと1ミリずつとかになりそうですけど、超地道に調整していきます。滑り止めがついてるんで、動きが悪いはずです。あー、これ無理か。調整できないな。これ調整できないけど、じゃあ右寄せで、右奥のとこを、あと引っ掛けられるかですね。届いてないな。そうすると、右が届きそうな手前のところ、ちょっと届いて、あ、奥入りました。これで箱を起こしながら、起こせない。ダメか。もう一回バー上に、ちょっと奥バーに乗せていきます。調整してほしいな、少しぐらい。ちょっと行ったかな？あ、1ミリ奥行ったっすよ、多分。これを繰り返しますか。ちょっとね、若干左寄せしてるんですよ。これで、あ、やばいな。奥乗るか？乗らない。もう一回やりますか。完全に横に倒した方がいいのかな。もう一回、奥に乗れない、乗せられないな。角度がもう無理か。この反動か何かで行きたいっすね、じゃあ。そっか、本体を、奥バークロスさせて、本体で押し込んでみます。で、無理なら右で引っ掛けて、ちょいっと、動かないな。楽勝そうだったんですけどね、意外とうまく、こっから動かないですね。もう一回、右で救う形。あー、ちょっと、外れそうになってますね。今のとこいいかも。もう一回、今ぐらいで狙います。左はバー停止。狙い。バーで止まってくれて、止まってるのか。微妙にかかってない。左をバーで止めて、右だけ入れるような形。バーで止まる前に本体が当たって止まってますかね。これで、おー、いけました。よしよし。